はいはい、どうもこんばんは、おっさんです。今回の選手は中華味甜麺醤、中華味さじ1杯ですね。あとお湯が 200cc、 甜麺醤はさじ半分ぐらいですかね。 200cc ぐらい入りました。見えないですね。よく混ぜて少し醤油入れてます。したらば某クックゼラチンを入れていきます。入れたらしっかりと混ぜていきましょう。このまま冷蔵庫で固まるまで寝かします。次の選手はタケノコ細切り、安心安全の中国産です。黒アワビタケは一度湯がきます。茹で上がった黒アワビタケ、それとこれ黒アワビタケの出汁ですね。これは味噌汁にしようと思います。この黒アワビタケをダイソーで買ってきた野菜切るやつの中にぶち込みます。こんな感じでみじん切り。次にタケノコ、これも同じように糸を引いていきます。こんな感じでみじん切り。これをさっきの黒アワビタケに混ぜていきます。この中にネギ、チューブニンニク、チューブな生姜、豚ひき肉と昨日こしらえたゼラチンです。これを入れていきます。そこに塩コショウパラ、かき油、ドロリ、そしたらこれをよく練っていきます。練り上げたものがこちらになります。次の選手は春巻きの皮の入場です。これは水で溶いた小麦粉です。あんを多めに乗せて折っていきます。そしたらこの縁のところ全体的に小麦粉、練った小麦粉ですね、これを塗っていきます。あとは揚げるなり焼くなりするだけです。フライパンにちょっと癖のある油を引いています。包んだ春巻きを並べていきます。少しずつですが揚げ焼き成功してきてます。春巻きの完成です。あとはゆっくりいただきます。タレは馬地村ポン酢醤油、そして亀屋さんのわさびマヨ風ドレッシング、マヨですね、春巻きをつけていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。